ゲバントハウスはドイツのザクセン州ライプツヒにあるコンサートホールである。ライプツヒゲバントハウス管弦楽団の本拠地として使われている。最初のゲバントハウスホールは1781年11月にオープンした。ゲバントハウスとはドイツ語で織物会館という意味で織物の倉庫や取引所として使用されていた建物の中に作られたホールだった。 客席数はオープン時500席木造かつ建物の2.3階にあったため音響は非常に悪かった。座席数は1842年の改修を受けて1000席に増えた。初代ゲバントハウスはオーケストラが新ゲバントハウスに移った後の1894年に取り壊された。初代ゲバントハウスが手狭になったことを受け、 1884年12月にシン・ゲバント・ハウスが落成した。二代目も名前は織物会館のままだが、純粋なコンサートホールとして作られた。新古典主義建築様式の馬蹄型コンサートホールで、大ホールは1500席、小ホールは500席を有した。このホールは音響に優れており、後にボストンのシンフォニーホールの設計の参考にされた。 シン・ゲバントハウスは建築家マルティング・ロピウスとハイの趣味遺伝によって設計された。シン・ゲバントハウスは1944年2月に空襲で被害を受けて廃墟となった。その後20年以上廃墟として保存されていたが、1968年に取り壊しが決まった。3代目となる現在のゲバントハウスはライプツヒ級市街アウグストス広場に 東ドイツ時代に建設され、1981年に落成した。コンクリート建築にガラスのファザードを持つ現代建築である。建築にあたっては、建築家、ルドルフスコだと、当時の音楽監督、クルトマズワが設計に深く関わった。入り口ホワイエは、4階吹き抜けで、ロビーの天井には、ツイグハルトギレによる天井が、人生の三加が描かれている。 ビミヤード型の大ホールは1920席あり、野外劇場風に六角形の形をしており、音響効果の評価が高い。大ホールには6638本のパイプを持つポツダム出家者のパイプオルガンを有し、これは東ドイツ時代に作られた最大のパイプオルガンである。小ホールのメンデルスゾーンホールは498席である。2005年には来場者、 数百零零零零人を突破した。ゲバントハウスコンサートホール、スタントロットエステスゲバントハウス、サイトオブファーストゲバントハウス。2011年6月19日閲覧。ツバイテスゲバントハウス。2011年6月19日閲覧。ゲバントハウスコンサートホール。2011年7月1日閲覧。ゲバントハウスヒストリー。 2011年6月19日閲覧。ありがとうございます。